セイヤブレイブソルジャーズ。オプションです。セイントクロニクル。連日世界中を襲う海将王ジュリアン・ソロの身に魂を宿した。しかしアテナはこれを拒否、柱の中で世界に降り注ぐはずの雨。聖夜たちブロンズ・セイントはアテナを、そしてNaraon の柱とジェネラル。ムーによって修復されたクロスを身にまとい、セイヤ、シリュウ、ヒョウガ、シュンの4人のブロンズセイントは、さっきテティスとかいうマリーナが言って、世界の大会を支える7本のマンモス。油断するなよ。それぞれの柱にはポセイドン軍最強の。みんな手分け。ああ目、それまでまたま行くぜ。バーサス新ホース。ポセイドン神殿の一部を支えているかのように頭上。手荒なことをしてもらっては困る。この柱を壊したけど。お前を倒せと言うんだろう。できるか。やるっきゃないんでね。地上の人。やるっきゃないんでね。アテナのために。ブロンズセイント、ジェネラルの相手になると思うのか。ラウンド1ファイト。空を駆けるペガサス、海を駆けるシティホース。果たしてどっちが強いかな。ライジングビロード。セイントの最下級であるブロンズセイント、アリーナ最強のジェネラルと肩を並べられる。お前と私の知力の違いを絶対に見せた。どうなってるんだ。新世界波紋のようになって遮られている。まだわからん。どうぐらいの剣なんだ。私の前では無力。どうぐらい。ライジングピロース。ペガサス新世界。喜ぶのはまだ早い。ライジングピロース。ペガサス新世界。ゴッドオブレッジ。燃えろ俺のコスモ。行け。ソーラライジングピロース。ライジングピロース。ゴッドオブレッジ。ペガサス新世界。
ロはまだバイアンが息を吐いただけで吹き飛ぶほど脆いの。ドーブレス！確かに一瞬でも気を抜けばこちらがやられてしまうぞ。ペガサス！マリーナ最強の七将軍、その実力はゴールドセイントに勝るとも劣らない。ドーブレス！燃えろ！なんというしつこい。俺のコスモ！コスモがみなぎる！ペガサス！俺のコスモの方が少し上だったようだな。まあまあだな。シーホース！ペガサスの声。俺たちのクロスはゴールドセイントの地でよ、彼らの熱き王国。そうだ、ゴールドセイント。コスモの高まりを感じる。来いペガサス、ラウンドワン、ファイト。ライジングビラウス！ここまで見つけることはなぜ。まだまだ。以前ミスティっていうお前と同じような防御を使うセイントと戦ったことがあるので、対処の仕方は分かってるのさ。ブロンズ、まだまだ。相当の実戦をくぐってきたようだ。結局お前では私を倒すことなどできない。通じないと言ったのが分からんのか。セイントは見える。ヘイコをバカにするのも俺からにしておくんだな。どれだけ攻撃しても無駄だ。兵士の体がステイに覆われている。そのバイアンに致命的なダメージを与えることはできん。ペガサス水星剣。これで終わりだ。ラウンド2ファイト。地元にも及ばない。これが俺の実力だ。やったぞ。待っててくれ。喜ぶのはまだ早い。お前がいかにコスモを高めようとも、ま俺たちは大地さえ割るセイントだぜ。た、はあ、ダメだ。流星剣でも水星剣でもビクともしない。待ってよセイヤ。キキ、どうしてここに。シャイナさんがこれを。天秤座ライブラ、ありがとうございます。ロッシ、このシールドを使わせていただきます。行くぜ。へぇー、やった。北大、この天地を揺るがすよ。北太平洋危機。うん、聖獣の剣スキュラ。
南太平洋のマンモスピラーへ向かった。攻撃をためらうシュンの前で美女とっさにチェーンで攻撃を防いだシュン。美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは、あなたがこの柱を守るジェネ。いかにも。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキラのイオとは君も不運だったな。ラウンド1ファイト。ギリシア神話の中で聞いたことがある。上半身は美しい乙女であるが、下半身は6千の獣からなり、船乗りを貪り食らう海の怪物。そうだ、君もスキラの6つの獣の餌食となる。ほら食らえ聖人の牙を。なんという変幻自在な技の使い手なんだ。いやいいじゃん。ジャンプの星座の中でゴーグルや無比のアンドロメダチェーンがまるで亡きが如くとは。君のその程度というのは、私がどの戦争であっても私の攻撃は防げまい。やはりアテナのセイントなど恐るべきだ。ヴァンパイアイーヘン、ビッグトルネード、ビッグトルネード。チェーンからは逃げられない。ビッグトルネード。スタンド。ウェン。ヤンプー。ハワーズ。鷹のスピード。ローディングディフェンス。ローディングディフェンス。鷹のスピード。サーパントストラングラー。逃げられない。ビッグトルネード。ヤンプー。ハワーズ。ラウンド2ファイト。ネビュラチェーン。ファイヤーイーヘル。スタンド。ウェン。ヴァンファイヤーイーヘル。負けないよ。ジャノスピード。ハッ。さて、6つの聖獣でどれが一番お気に召したかな。さあ選べ、アンドロメダ。どの聖獣にとどめを刺してほしいか。なんて恐ろしい男だ。ヴァンパイアイーヘン。美しく6体の聖獣を、そのスケールに宿すスキラの化身だ。だけどヤッエッシャーヤッホッカー。逃がさない。ヤッエッシャーヤッネビュラチェーン。バカな、チェーンの動きが変わった。私の技が見切られている。同じ技は二度通じない。アンドロメダチェーンは敵の攻撃の仕方で様々に逃げられないんだ。スタンダーゼーム。カグラウィナー。僕の目的はあなたを倒すことじゃないんだ。僕の力だとこんなものかな。さあ行け、ネビュラチェーン。な、何、傷一つないなんて。マンモスピラーは神話の時代より地球。何、このコスモの高まりは。ここまで私を追い詰めたのはお前が初めてだ。なんて強大なコスモだけど
僕はまだ死ぬわけにはいかない。アテナよ、なんだあのチェーンの色は。いや、チェーンだけじゃない。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。君も6つのスキラの聖獣の餌食となるのだ。ラウンド1ファイト。やっとゴールドクロスのような強度と美しさを感じる。行けたね。僕たちのクロスはゴールドセイントの血によって蘇ったからさ。だからブロンズクロスでありながら限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。アンドロメダ、本当にそれで全力か。甘い、甘すぎる。私にとどめを刺せぬ甘さは君自身の死を招く。僕は戦いが好きじゃないんだ。たとえ敵でも命を奪いたくはない。どうして分かってもらえないんだ。トルネード、今こそ燃え上がる僕のコスモよ。チェーンズは逃げられない。ビッグトルネード、サンダーブレード。ラウンド2ファイト。ヴァンパイアイーヘル。ヴァンパイアイーヘル。ネビュラチェーン、ネビュラチェーン。ビッグトルネード、どうか引いてください。あなたを傷つけたくはないんだ。なぜか、ジェインズは逃げられない。しないよ。僕の目的はあなたを倒すことじゃない。あの柱を。ウィナー。本当は戦いたくないんだ。本当の力を出してしまった。地上では多くの人々が雨に苦しみ、それを遅らせようと沙織さんは。バカな。自らの命を最高点以上に高め。待って、シュン。危ないところだった。ライブラのクロス。これを使えばマンモスピラーを壊せる。行くよ、ツインドット。すごっ。よせ、やめろ。黄金の槍、クルサオル。シリュウが向かったのはイン。クリシナよ、俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何？名前など聞いたとしても無意味なこと。行くぞ、アテナのセイント。セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ、強く来た。相手になろう。ラウンド1ファイト。いかない。頬に傷。ゴールデンランスは攻撃の時に巻き起こした気流だけで
ゴールデンランスをただの槍と思う。この槍には全ての邪悪を差し貫く聖なる力が宿っている。今とどめを与えてやるぞ。ロザン勇士長、汚れに散った地上を清め、世界新たな世を築こう。ポセイドン様に立てつく邪悪な役割を、モザを勝利成敗してくれるわ。どっちが邪悪だ。勝手なことを言うな。勝利勝利、勝利今とどめを与えてやるぞ。ここだ。今とどめを与えてやるぞ。超えろ昇竜のごとく。今とどめを与えてやるぞ。勝利。なんだ。超えろ昇竜のごとく。ボタン昇竜、命もエッチようとも。ラウンド2ファイト。勝利いかさ、勝利今とどめを与えてやるぞ。勝利お前たちは弱ってなくてなんだ。この世界は人間だけのものではない。自然の正義はそのものを汚し続けに行く。ロザン勝利生きる資格はないのだ。生きる資格は誰かから与えられるものではない。誰かから奪っていいものでもない。勝利、いかにお前があがこうとその槍から逃れることができん。ゴールデンランスを攻略しないか。ここだ。クリシナの心は俺たちが届けるよう止めることを考えた。無駄だ勝利。今とどめを与えてやるぞ。勝利、仕出しにしてやる。ここだ。勝利逃さん燃えろ昇竜のごとく。勝利、燃えろ昇竜のごとく。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。まだだ、まだ高みを目指せる。そろそろ引導を渡…そちらが最強の矛なら、こちらは最強…勝負が決まったようだな。ゴールデンラン…まるでドラ…こんなところで諦めてどうする。シリュウ、この声はカプリコーンのシュラ。お前にはアテナを守るという大きな使命が…なんだって。そうだシリュウ、お前の右腕にはこの修羅の盾。そうだ、俺は修羅。なおも立ち上がるのか。
ならばもう一度くらい。ゴールデンランスを。何？ドラゴンの盾が。この盾の色は。クロスは自己のコスモを燃やさ、ゴールドセイントに。いくらクロスが。なるほど。何？俺がゴールドセイントから受け継いだ。このシリュウ、全力でお前を倒す。今こそこのクリサオルが成敗してくれるわ。ラウンド1ファイト。行っておくわ。ドラの人へとなったところ、ドラの速くは落ちん。ドラまで舞い上がれ。お前の名を我が名の二段で名乗るが勇者。ワタトレコンピューターするとは大したもの。しかしお前はこのクリスナの体内に眠る宇宙エネルギー、クンダイーニを呼び起こしてしまったのだと。大いなる光に飲み込まれて世間に旅立つがいい。ロザン勇士長、本気にさせないようだ。おざく昇竜派、無駄だ。勝利、今すぐ目覚めよ。そんな生き腕シュラ、今こそ俺に力を。はぁ、エクスカリバーの切れ味は。ゲームフェイントの遺産。ラウンド2ファイト。モザン昇竜派、本気にさせたいようだな。ドザン昇竜派、本気にさせたいようだな。暗黒の時代なら今こそ影と水に戻って洗い清く新しい世界を作り上げる。勝手なこと。地上には罪もない人々も多くいるのだぞ。新しい時代のためには多少の犠牲はやむを得ない。この一撃で決められてたまるか。お前たちこそ無駄だ。この時代を作り出そうとしているのだぞ。私の七つのチャクラから生じている大いなる壁を打ち破ることなど誰にもできん。クリシュナのチャクラが宿る式のこと。七つの生命、シリュウの目が盲目になった。右腕シュラ、今こそ俺に力を。エクスカリバーの切れ味は。ゲームフェイントの遺産。ウィナー、見たか、これがセイントの力だ。これぞ鍛錬の賜物。シリュウよ。シリュウ、俺は大丈夫だ。クロスを預かってきたんだよ。おう、ありがとうございます。あっちだけど。クリシュナのクンダリーニの光を浴びて、どうやら失明してしまったらしいだ。ロシ、このソードを使わせていただきます。でアッペンデックスならばわかるはずだ。シリュウ、わかった、必ず。
狩人リムナです。南氷洋のマンモスピラーを目指していた。ようやく柱の元までたどり着いた。これは一体あの氷河おのれ、何をしようというのだ氷河。黙れ。我が主カミューは宝米宮に追い、前白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に破れるぞ。ラウンド1ファイト。フリージングカメにしない。オールライト。私は無理。いつまでなりっていう程度か。オールライト。神の強さまで真似ることは不可能だ。どうや。拳で語るしかないようだ。これだけ。ダイヤモンドラスト。全力で来い氷河。それだけ。カミューが本物か偽物か、その身をもって知るがいい。ナンプロ用のジェネラルよ。カミューのバカなことを崩壊させてやるぞ。ダイヤモンドラスト。お前の技が誰に教えられたものか思い出して。私には動作もない。張り付く。うわっ、うわっ。フリージングコフィー。私カミューの手がすてねずめ。この氷河の怒りを受けろ。オールライトツーション。フリージングコフィー。受けられるか。キングダムの放棄。ラウンド2ファイト。オーロラサンダーアタック。コフィン。ダイヤモンドダスト。トークとはこういうものを言うのだ。それだけ。フリージングコフィー。フリージングコフィー。オーロラサンダーアタック。ここまで見事に。それだけ。私を追いつけて。はい。この男がカミューであるはずが。オーロラエクスキューション。フリージングコフィー。ダイヤモンドラスト。いいコスモの高まりが見つかる。この程度のトーク必死であるこのカミューは倒せる。それはお前が一番よく分かっているはずだ氷河。強さ、この陶器、まさか本当に神。あなたなのか。それだけ。それだけ。オーロラエクスキューション。イグナスの陶器。フリージングコフィー。神は死んだのだ。生きているはずがない。オーロラエクスキューション。フリージングコフィー。受けられるか。キングラスの陶器。フリージングコフィー。受けられるか。キングダムの放棄。
ウィナー。ありがとう、我が士カン。俺の闘技ではダメだったというのか。うっ、カミュ。おかしい、いつまでも南大西洋。ここは聖夜。マリさん、聖夜。何を言ってるんです。だから俺、いくら必死、信じられない。マリンさんがそんなことを言うなんて。この異様なコスモが。ザ、私はちょっと手強いよ。覚悟しな。ラウンド1、ファイト。やめてくれマリンさん。どうせなら逃げられない。私にも勝てないが、ポセイドンに勝たせない。夢のまた夢、引き分けのないからね。おとなしく帰るんだよ、セイヨ。おかしい、どんな時でも命懸けで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんだ。まさかやるじゃない。まだまだ燃えろ、俺のコスモ。やるじゃない。呪わないな、嫌いな。まだまださせない。燃えろ、俺のコスモ。コスモがみなぎる、ブラマス天才じゃ。終わりだ。よし、ラウンド2ファイト。なんてことない、させない。なんてことない、させない。私はやるじゃない、お前を死なせたくないんだ。させや、なんてことない、もういいじゃないか。何者だ。マリンさんは今まで一度俺に手を差し出すようなことはしなかった。優しさを心に秘めながらいつでも厳しく接してきたんだ。俺のお前はマリンさんなんかじゃない。さっさと正体を現せ。そうだ、確かに私はマリンじゃない。マリンとは変わらない。私の正体はせいや。まだまだ、あんたが一番よく知ってるはずだよ。な、何？受けてみな、流星剣。させない。燃えろ、俺のコスモ。コスモがみなぎる、ブラマス天才じゃ。終わりだ。よし、ウィナー。俺の実力見てくれたかい。まあまあだな。お前は言った、私の本当の聖火姉さんだって。ばでたらめかどうか。間違いない、幼いからやっと。蘇ったフェニックス。
スキュラを破り、次の無防備な状態から瞬遅く。あ、一気兄さん。チェーンが激しこの男は兄さんなんかじゃない。正体を表せ、マリーナ。ハンドロ、あなたがギリシア神話に聞くみその通り。氷河にはカミュー、聖夜にはリムナです。あなたって人はきっとあの世に行った後も考え込んでいるんだろうぜ。涙を流しながらな。黙れ、許さないぞ、リムナです。まだわからないのか。力だけじゃ何も。さあ、お前の心も借り。ラウンドワン、ファイト。ネビュラチェーン。僕は知っている。氷河にとって神を弾けろ。死であるという異常の神聖な存在だったんだ。その神をが生きていると思ったとき、氷河はどれだけ喜んだだろう。クールに振る舞っていたあの男もボロボロに泣いていた。セリアだってそうだ。幼い頃にこの彼になったお姉さんに再会できた喜びは計り知れないものだっただろう。ああ、人でなしめ。とても幸せそうな顔をしていたの。よかったじゃないか。幸せな気分のまま死ねて。あなたは人でなしめ。人の心をもてあそんでたと思わないのか。この人でなしめ。そりゃチェーンからは逃げられない。ハンダーブレーム。かかる。ラウンド2ファイト。そりゃやられてたまるか。やられてたまるか。やられてたまるか。あなたは人の心の奥底にある大切なものを人でなしめ。汚い金を引きちぎったら絶対に容赦しない。この人でなしめ。汚い顔をしてやがる。でも容赦しない。人でなしめできるのか。お前にこの人でなしめ。レビュラチェーン、敵が何光年先に隠れていようとチェーンズは逃げられない。逃げ切ることなんてできない。逃げないよ。必死に勝るチェーンの力。カラマンダーだが所詮は無駄なこと。優しいシュン君よ、俺にとどめがさせるのか。できるさ、あなたにならカラマンダーチェーンからは逃げられない。ウィナー。誰も傷つけたくないのに本当の力を出してしまった。強がっても俺には分かってるんだぜ。ましてやこの兄である一騎を倒せるか。またしても兄さんの姿。どうしたというのだシュン。この一騎にチェーンを向けるのか。僕にはできない。兄さんと戦うなんて
最後まで男らしく戦ってみせろ。ラウンド1ファイト。強力攻撃。チェーンを引き出し迷ったか。俺の剣で目を覚まさせてやる。無理が兄さんなものだ。すでに正体は分かっているんだ。お上際が悪いぞリムナベス。ここで知識我が弟が大きな戦いを好む性格ではなかった。強者兄さんの声でこんなことを言うな。絶対に許さないぞ。ゲビラチェーン先祖させないよ。ローリングディフェンス。ローリングディフェンス。ここだ。焼き尽くしてくれる。こんな攻撃ではお前に剣を向ける俺も辛いのだ。ゲビラチェーン。まさに口にしてそんな攻撃ではあなたって人は強力転生剣魔剣。いくら兄さんの姿をしても無駄だ。およリムナベス転生。チェーンからは逃げられない。サンダーブレーブ。かけたね。ラウンド2ファイト。フェリックス剣魔剣。そんな攻撃ではリムナベス。アリーナのヘリックスジェネラルズの他にはないのか。誰の話をしているのでしょうか。これだけは教えておいて、戦いにおける誇りとすべきか勝利へとつながっていなければならない。戦い方を云々するのは心得違いというものよ。強力転生。強力転生。優しいお前はどこに行ったというのだ。チェーンを止めろ。剣魔剣。うるさい。チェーンは逃げられない。今サンダーブレーブ。ウィナー。兄さん傷つけてしまったかな。敵だ。シュ。褒美に苦しまず。お優しいセイントたちよ。上ごとに兄の名を呼ぶか。誰だ。今俺に剣圧を放ったのは。姿を見せろ卑怯者め。人の心につけ込んで汚い勝利を収める三下だが、他人を卑怯者呼ばわりするとは少子千万。お前ごときに名乗るほど安っぽい名はもり、耳の穴をかっぽじってよく聞。フェニックス一騎。このゲスが地獄に送り返してやる。ラウンド1ファイト。地獄から舞い戻してきたのか。興味があるのでお前にも地獄を見せる。ここまでやってくれた以上、地獄への送り金はとてもなく高くつく。なんて攻撃的なコスモだこいつ。本当にブロンズセイントなのか。人でなしめ。どうしてリムナだ。まだ俺の話しめ。これが本当だ。我が本当に耐えた苦痛を何倍にもして返してやるぞ。これは栄誉の心の痛みの分だ。人でなしめ。キャビー。サラマンダーシャーク。くらえ。フェニックスの腹を。
汚れるわ。フェニックスを滅ぼすなど少し。お前にさあよく。そうでしょ兄さん。なるほど、大した手品だ。いやさ、最愛の弟に。バカめ、目の前に本物のシュンがいるのに。それしかし、たとえに少子。お前が、だが確かにお前。最後に、確かにお前がエスメラルダに同化し、キキライブラのクロスを。旧友アイザック、リムナデスのカーサに倒された秘境が、そこに立ち込めていた闘技。お前はアイザック、生きていてくれたのか。戦場で何を寝ぼけたことを。
アイザック。俺はお前のことをただの一度も忘れたことはなかった。覚悟しろ。ラウンド1ファイト。シベリアの表現で共に戦闘の修行をした中、惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。よう、何をためらっているの。やはりお前は無敵のままで善意のためだろう。海に自分が母親相手さんにケイントになると届いたアマちゃんのままだ。その顔の傷はもしろかあの時。そう、すまない。マーメンの兄を殺した俺が潮流に飲まれた時、お前は身代わりになった。俺を殺した時、あの時はさすがに死を着火した。だが俺は倒れた伝説のクラーケンに。死のような男を目指し、地上の平和を守るため戦うと言っていたお前が止められるか。ヒグラスの攻撃、もはや存在せぬ。ダイヤモンドダスト、お前とは戦いたくない。ダイヤモンドダスト、止められるか。ヒグラスの攻撃、ファイト。オーラボレー、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト。その程度か。ダイヤモンドダスト、これをするのはポセイドン様の大いなる意志だ。大いなる意志、新たなダイヤモンドダスト、神の意志。生まれ変わったのだ。アイザック、お前もかつてはセイントを目指したのに、なぜアテナに背を向けるような真似をしたのだ。地上でセイント同士の醜い争いが起きたとする。俺はさぶっちゅうだ。アテナに地上の支配者たる力なし、世界をダイヤモンドダスト、新たな時代に進めるが来たのだ。ヒグラスの攻撃、ダイヤモンドダスト、オーロラボレイ、受けられるか。ヒグラスのフォーク、オーロラサンダーアタック。おりつく。ウィナー。
これで昔に戻れるか。俺の闘気ではダメだったというのか。勝負。最後まで全力を出さない。チビ、お前か。やない。誰がお前なんかに。俺は敵ならば微塵も。クロスを渡せ。その歯。殺されたって話すもんか。それでいつかはムーン様みたいな。その夢は今ここ。アイザック。よく頑張った。今アイザックならばお前に命を助けられ、いかに借りが大きいとはいえ、個人のことで地上をポセイドンに渡すわけにはいかない。俺のクロスには。受けろアイザック、この氷河の剣を。おい氷河。ラウンドワンファイト。俺を倒すダイヤモンドダスト。できるのか。大佐、今我が師に教えられたようにクールに徹して敵を撃つ。望むところだ。お前にとどめを刺すやろうぞ。アイザックよ、今すぐクールに向けてお前を撃つ。絶対レードの翼を受けてみろ。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。取り付け。ラウンド2ファイト。ダイヤモンドダスト。我が知らぬ魂、この氷河の中で生き続けているからだ。我らが死の制裁の剣でもあると思え。ダメだ氷河。クールに絶対レードの翼を受けてみよう。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。乗りつく。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。同票がいくら集まってもセイントには無力。しっかりしろ。いいか、氷河。
決して油断する。この戦いを目論んだ真の男。何？今言ったことは本当か、アイザック？正体、北大西洋のマンモス。お前たちの戦いに幕を引いてやる。この死強大なコスモは目の前をちょろつかれては目障りだ。ラウンドワンファイト。オールデントライアングル。以前は右と出会ったことだ。恐ろしい強大なコスモを感じるのは初めてじゃ。どうした小僧、まるで蛇に睨まれたカエルのよう。よかろう、ヤクは好かれてギャラクシアンエッジ。一瞬で葬り去ってくれるぞ。これ以上ポセイドン様の周りを動つかれても目障り。さあ引き止めフィニッシュ。このコスモは この手間から死に行くのにいちいち説明するのも面倒。オールデントライアングル。謎を抱いたまま落ちろ。フェニックス。オールデントライアングル。およく転生。これほどとやめて。山が何もだろう。フェニックスの頭だけで吹き飛ばす意味を。この程度か。ギャラクシアンエクスプロージョン。フェニックスの羽ばたきよ。フェニックス最大の奥義。おい、コスモは燃え盛っている。ラウンド2ファイト。見るか、星々の砕ける様。その程度か。ギャラクシアンエクスプロージョン。およく検証。これほどとは。これほどとは。物か。食べ物にならない食べ物だ。このシードラゴン、実力ではマリーナの中でも随一と自負して、あまり見ないでもらおう。恐るべきマリーナ。この程度か。本当にマリーナなのか。オールデントライアングル。ここまで食いそうなのは計算違いだったな。もう少し頑張れば俺を倒せるかもしれんぞ。その余裕のある口は。星々の砕ける様。まだ実力を隠して。フェニックスの羽ばたきよ。その余裕ごとフェニックスの羽ばたきで吹き飛ばして。オールデントライアングル。この程度か。これ以上お前に海底神殿をうろつかせると面倒なことになりかねん。死ね、小僧。恐るべきゴールドの。フェニックスの羽ばたきよ。もうすぐ楽にしてやるぞ、フェニックス。見るか、星々の砕ける様を。
敵よ。オールデントライアングル。フェニックスのクロスは不死身。何もかも捨てたはずが、これでは。この技、この強さ、俺の素顔が見たいようだな。やはりだ。サガ、あんな愚か者は何だと。そうだ、俺はサガの。お前たちはまさしくその星座の名の通り。そとはいえ、しかしこの、そう、これ以上はも違う次元。何も兄の技ばかり。まゴールデントライアングル。このカノンが、さて、地上。神の力。老師に命じられ、こうなったらポセイドン。いたね、ポセイドン。ここまでビッグなコスモがアテナ以外に。おお、たかが人間が神と戦うつもりか。ラウンド1ファイト。どうかしてくれ。兄弟の火のコスモ、ここまで話したことがなかった。お前は誰だ。答え。スラクター。兄弟の力、まさしく海王ポセイドン。クリアンソルは完璧なまで。おしゃべりは神そのものになっている。お前もアテナを救いに来たセイントの一人。どうかしてくれ。我が矛を受けてくれ。まだまだだよ。どうかしてくれ。我が矛を受けてみよ。届き者が。どこにいる。蛇の牙、受けてみな。我が矛を受けてみよ。どうかしてくれ。手柄をし。海
ならば合わせてやろう。あの世でな。勝てるわけじゃない。だけど私はセイントだ。貸してくれ。ポセイドンの一瞬の武器を受ける蛇の牙、受けてるな。サンダークロー。甘く見るんじゃないよ。ラウンド2ファイト。どうかしてくれ。ドクターサイダー。神に立ち向かうか。聖夜たちが倒れた今、我が矛を受けてみよ。このシャイニーの人々、何者でもアテナを救わなきゃ。このまま闇になってしまう。負けるわけにはいかない。そろそろ気は済んだ。立ち去れ女。ここはお前のような者が来るところ。我が矛を受けてみよ。蛇の牙、通じてみな。サンダー甘く見るんじゃないよ。ウィナー。聖夜、できたよ。私にもシルバーセイントの私にかかれば簡単さ。ふん。体が動…アスク…なんだ。死の旋律、セイレーン。海底神殿を支える、そこを。あなたがここを守る。その体でよく。戦いはまだ終わったわけじゃない。僕たちの誰かが一人でも生き。どうしてもというなら仕方がない。君にまだ戦う力が残っているのかね。ラウンド1ファイト。もう一度言う。君にはもう戦う力などない。死にたくなければここから立ち去れ。僕も言ったはずだ。生きている限り聞くことはできない。それほど死を望むのなら聞きたまえ。死のメロディーを。これがセイレーンの技。なんて美しい音色なんだ。魂さんが奪い去られていくよ。ゆっくり聞いたまえ。これが君のレクイエムになるのだから。返しに値する。ネビュラチェーン。返しに値する。デッドエンドシンフォニー。後ろなど見せるか。デッドエンドクライマックス。逃げられない。サンダーフレーム。ラウンド2ファイト。やっとはデッドエンドクライマックス。返しに値する。逃さない。うわっ。この曲を聴いては耳を塞いでも無駄だ。この音色は君の頭脳に直接響く。そして君を殺す。デッドエンドクライマックス。無駄だよ。やっ。君後ろなど見せるか。
デッドエンドクライマックス。だだろう、君はもう戦う力など残っていない。デッドエンドシンフォニー、もう終わりだ。許さない。アンドロメダ、デッドエンドクライマックス。は逃げられない。サンダーブレーン。ウィナー。戦いは憎しみしか生まないんだ。本当の力を出してしまった。アテナの歌う、今か。さあ来い、アテナの戦。ラウンドワン、ファイト。清楚な顔を持つ、意外と往生際の悪い男だな。死ぬことも引くことも望みじゃない。今の僕の望みは、アテナを救うことだけだ。終わりだ。これ以上君に付き合っているわけにはいかない。ここからポセイドン神殿の中に異常なコスモが放たれているのを感じ、何か異変が起こっているに違いない。セイヤ、許さない。セイヤたちが、君の死の中に来るか。監視に値する。チェーンからは逃げられない。死にたまえ。終わりだ。諦めたまえ、アンドロメダ。私の笛の音はそんなチェーンなど役に立たん。君の死の中に戦っているんだ。僕も絶対に諦めない。チェーンからは逃げられない。KO ラウンド2ファイト。君後ろなど見せるか。許さない。私はすぐにでもポセイドン様のもとへ駆けつけなければならない。ストームイに死んでもらうぞ。僕だってアテナを救わなければならないんだ。あなたに殺されるわけにはいかない。君後ろなどにするか。聞いてください、セイレン。あなたは悪い人じゃない。何？悪い人にあんな美しい笛の音が出せるわけないもの。聞く人の胸に染み渡る美しい旋律は、きっとあなたの心の清らかさそのものなのでしょう。だから、ここに来て君に善悪の判断をしてもらおうとは思わなかったな。さあ、終わりにするぞ、アンドロメダ。デッドエンドシンフォニー。あなたを殺したくない。悪い人じゃないもの。本当の力を出してしまった。ネビュラストリーム。バカな、あと一吹きで君の命は終わるの。どうか。お？セイレン！ダメだ！さあ！やめろ！
デッドエンドクライマックス。デビラストーム。ジェミニの男。強大なコスモ。残りのブロンズ。よせ。マリーナであるお前。サキ。俺はサガの穴。フェニックス家。もう一度言ってみろ。アテナだけじゃない。アイオロス王子。兄さん。だが俺は。黙れ。お前の。サガによってスニオン岬のイワローに。そして俺は。だがポセイドンの。これはまさしくこのか…そうはいかんぞ、カノン。お前は…ポセイドンをうまく手玉に…ただひたすらアテナのために。己サガ、この偽善者め。ラウンドワンファイト。サガ、なぜお前がここに決まっている。カノンよ、神に勝ってお前に制裁を与えるためだ。サガ、お前のような奴を偽善者というのだ。隠し通せると思うな。血をつぐめ、カノン。なぜ同じ境遇に育てた。オールデン、お前はアテナに染まったの。同じ境遇。それは違うぞ、サガ。俺には兄がいるか。もしもしの砕けた弾、俺を影に追いやる兄はない。その程度。オールデン、トライアンジ。カンナ。オールデントライアンデル。俺はポセイドンの力を手に入れ。サガ、たとえお前でももはや俺を止めることはできんか。この愚か者が。こいつ異次元の狭間に消し止め。これほどと。この程度か。見るか、ボシボシの砕ける弾を。オールデントライアングル。どこを見ている。最後を見せてやる。覚悟しろ、カノンよ。ボシボシの砕ける弾を。援護を見せてやるよ。どこを見ている。見るか、ボシボシの砕ける弾を。砕ける弾を。
見るか、ボシボシの砕ける頭を見て最後を見せてやる。黒いギャラクシオン AO ラウンド2ファイト。オールデンタイアングル。アナザーディメンション、ギャラクシアンエクセプロージョン。この程度、これほどとは。ゴールデンタイアングル、異次元の狭間に消し止め。これほどとは。ゴールデンタイアングル。見るか、ボシボシの砕ける様を。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪い。神が与えてくれた力を自分のために使って、何故いけないというのだ。わからないのか。与えられた力が強くて人々に与えてくれる。大きな力こそ神のために使うべきなのだ。願い自然だというのだ。さよ神、せめてこの兄の手で終わらせてやろう。俺はいつもお前の耳元に囁いてやる。オールデンタイアングル。お前の正体こそ悪なのだ。見るか、ボシボシの砕ける弾を見て最後を見せてやる。同じ技で来るとはな。見るか、ボシボシの砕ける弾。ゴールデンタイアングル。ゴールデンタイアングル。どこを見て最後を見せてやる。黒いギャラクシオン。ウィナー、お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。深く。サガが。これで全てがはっきりしたぞ。何？ジェネラルを。確か。何？さっきの幻魔。どこからでもかかってこい。一瞬のうちに葬り去ってくれるぞ。ラウンド1ファイト。俺の長年の野望をめちゃくちゃにしたお前らは絶対に許さん。その程度に前の命だけでももらっておくぞ。できるとどうぞ。人の命はそんなに安くはないぞ。これほどとお前らのせいだ。お前らさえいなければ。これほどと大地と海を滑る。どうして神となるためのアテナの戦意。そんな後を見逃しておくと思うか。所詮がこれほどと野望だったのか。その程度かせず。エリックスの羽ばたきを。これほどとギャラクシオンエクスプロージョン。強い。さすがにまともに戦ったら佐賀に勝るとも劣らない。言ったはずだぞ。お前はオイルカオス唯一のチャンス。もしもしの砕ける弾を無駄にしたぞ。羽ばたきよ。
は手に。よっ、焼き尽くしてお前を倒す。帝王ラウンド2ファイト。その程度か。お前にはまだ効くことがアテナの心はどうだ。何がポセイドンを封印するのか。人はオーラ道を飛び込めるしかあるまい。それを聞かれば一人命をくれてやるわけにはいかん。アテナの壺のありかを言えかろう。お前アテナに大きな借りがあるのだと。借りだと。とぼけるな。アテナのコスモに覚えがないとは言わず、僕と味わえ。俺の無事を言わろうで、何度もお前を救ったコスモ。まさかまだ赤子の泡、俺が救われていただと。僕と味わえ。うわっ、フェニックスの羽ばたくよ。フェニックス最大の奥義、攻略転生。フェニックス、コスモは燃え盛っている。ウィナー、俺にはアテナがついているんでな。本気を出すべきだったか。そんなにあ、なんだと。あそこにあれば。あなたの野望も終わりです。せ、坊や、ライブラの。うん、行け。うん、あと何をするぞ。もちろん最後に残った橋。よく言った。よせ。じゃあ、次は当て。どこへ行く、フェニックス。逃げる気か、貴様。何を。待て、一騎。カノン、神を欺いたばかりか。清らかなる世の訪れることを信じて集った同志まで、その罪死してな。それは。だが、それは。ポセイドン。ついに意識を取り戻。そこでセイ。シャイラさん、しっかりして。シャイラさん。セイヤ。ああ、ポセイドンの玉座の後ろの壁が上がって向こうに見えるあの葉。そうだ、あのメインブレードウィナーにアテナは。お前が。もはやあの中は完全に水が満ちているはず。お前たちの守るものはな。冗談じゃ、きっと生きている。再び眠りにつけ、ポセイドン。セイヤ、君の体を消滅させてみせよう。ラウンド1ファイト。どうかしてくれ。お前ごら、私のリリーフに会うことはでき。私は神なんだぞ。何が神だ。言ったか。どうかしてくれ。神だ。天に翼を自分自身に跳ね返す。神の天に翼を。
ことごとく自分に返ってくる。諦めの悪いまだ向かってくる。ならば重荷にならぬよう、そのクロスの血も君の体を消滅させよう。うん、アテナの祈りが サウルさん、まだまだ死にきれぬか、アテナ。よかった。地上の滅びゆく民たちと死を賭して君を救おうとさせる。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ブラマン救済じゃ終わりだ。よし、ウィナー、海の底で眠れ。これが俺の実力だ。死ぬと死ぬ。二人とも満身死ぬ時は意志。アテラは必ず。ん？何？アイオラ、アイオラスの意志。今度こそ行くぞ、ポセイドン。アイオロス、このクロス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが私には関係ない。ラウンド1ファイト。我が誇りを隠して死んだアイオロスが、このゴールドクロスを。さあポセイドン、こちらをそこを通してもらうぞ。お前のまとうクロスもブロンズであろうがゴールドであろうが同じこと。ペガサス、神に剣が向けている。何をやっても届かぬと分からん。何度でも立ち上がるぜ。お前を倒せ。アテラを救うまでせよ。頼む、ペガサス。落ちよう。これが神の力。神を倒すことはできないのか。そう言いながらまた立ち上がる。諦めの悪い男だ。我が矛を受けてみよう。こういうのがたまに切ってね。アイオロス、俺に力を、アテナを救う力を貸してくれ。我が矛を受けてみよう。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。諦めてなんかいらない。ラウンド2ファイト。我が矛を受けてみよう。ペガサス、
どうあがこうとアテナが放たれる。その矢を放てばお前自身の胸に突き刺さるのだ。どうかな、この矢が俺の心臓に突き刺さるか。お前の裏を見よ。勝負だ。ポテは俺のコスモよ、奇跡を起こせ。諦めたら悔いがない。ウィナー、これがゴールドクロスか。コスモの極みを満たせ。行くぞ。その矢こ、心配いらないよ、セイヤ。矢が戻ってきたとしても私が。シャイナさん、気持ちはありがたいけど、女の人を盾にして自分の身を。セイヤ、お前の言う通りだ。シリュウ、そうだ、ヒョウガ、そうだよ、セイヤ。シュン、僕だっているんだから。そうだ、もう一度断じて行えば鬼神もこれを裂くという。今まで矢が跳ね、今度の矢は。よし、わかった。みんなの命、矢よ、サジタリアスの矢よ、今度こそあのポセイドンめがけて飛んでいっ。な、バカだ。やった。サジタリアスの矢を射られたポセ。しかし、思い出したぞ。私、なんだ、ポセイドン。コスモが何百。セイヤ。はい。おお、アクエリアスの。セイヤ。おお。よくやったぞ、シキ。あくまで神に逆らうか。お、なんと遅い。相手はたとえ倒すことはできなくても、ポセイド。ロシ、お前ごとき私に。ラウンドワン、ファイト。ライブラクロスを預けた。ロシ、エクスカリバーを預けた。今この力、神の前で受けてみよう。何の意味も持たぬことを知るがいい。神として目覚めた私に立ち向かってくるは愚かな人間よ。ロザン、勇士よ、届き者が。勝利のごとくは。
山死亡を上げる命燃え尽きようとだ。ラウンド2ファイト。地上のすべてはこのポセイドンにより浄化されるのだ。神にあだなす届きの中の目、大いなる神の力を受けよ。どか者、俺のすべてをこの一撃に。レジューよ、出たか。どか者、終わるわけにはいかんまんの。死竜の命に変えても、人間ごときの思いがいくつかけたとして、神の前では何の意味もありはしない。氏が見守ってくれているようだ。老師、申し訳ありません。やった！行くぞ！わかるか、親友。わかるとも。行くぞ！砕けろ！ダメだ。結局ここまで来て諦めてたまるか。紫竜のロザン昇竜派、氷河のオーロラサンダーアタック、そバカな。そうとも、星をも、セイン、俺は必ずメインブレードウィナーを砕い、よ、決して。カセム、セイトンが再び立ち上がった。しかも、さっき、セイヤ、ポセイドンは俺が払い、俺にかなうな！早く！頼んだぞ、セイヤ！ロザン！昇竜派！アテナのために、今こそ飛び立てペガサスよ！オーロラサンダーアタック！キャー！マネを。兄さん、シン、お前、俺を負けるものか。頼むぞセイヤ。あて、俺のコスモをお前に。みんなのコスモ、人間たちめ、何？
門三つ股の矛の威力。私はどこまで愚かなのだ。お前たちの下ポセイドンのコスモがさらに巨大化した。はっ、矛のコスモが消えた。この力、サオリさん、ポセイドン、もはやあなたはこの黙れ。お前こそ永遠に眠るがいい。カノ、この三つ股の方向はもう、それにアテナ、カノ、アテナよ、武器を嫌うお前に。忘れたのですか、ポセイドン。私には死に損ないどもに何ができる。ま、私のコスモが、これは慌て、この時代に目覚めたのはあなた。やった！ついにポセイドンの魂を。セイン！キキ！全ての柱が倒れたことで。行きましょう、みんな。アテナのコスモがセイントたちを包み、海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリアン・ソロもまた生き残ったマリーナのテティスによって地上に戻された。地上に戻った聖夜たちは肩を並べ、雨雲が去った後の朝日を見つめるのだ。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘志、セイント。私は誓います。この先どのような試練が待ち構えていようと、